ヒロシですの頃は月収4000万だったって書いてあったんですよ。最高ですね。いい家に住みたかったんですよ。家賃が 2,3 万だったと思うんですけど、一気にね48万ぐらいのとこ行ったんですね。すごい広いんですけど、持て余すんですよね、とにかく場所を。半分のとこにソファーを置いて、後ろでかい観葉植物を1個置くというもう意味のわからないことやってたんですよ。車もよう壊れるんですよ。ジャガであの健康ランドにいてね、その帰りに故障して車を呼んだら百何十万かかるって言われたのかな、修理。廃車ですかとかずっと悩んでたんですよ。たら車屋さんが、このジャガーに乗り続けるってことは神田宇野さんと結婚することですよって言われて、はっ、なるほど、養えないと思って、あ、じゃあ廃車でっていうそのもの自体は素晴らしいんでしょうけど、僕は活用できないという、はい、でもそれって一回乗ってるから気づいてるんですよ。多分ずっと僕売れなくて、はい、あれだったらやっぱ思ってると思うんですよ。一回は神田宇野さん、だからそこがね、やっぱりね、一回こうお金を持ってから変わったのかな。